塚田大峰天保3年3月21日は、江戸時代後期の儒学者。雪中学派。終わり藩受診。意味縄虎、通称は多門。字は、祝肥。大峰とゴース。信濃国前高寺町に、獣意喧学者である塚田でん朝廣への四、男として生まれた。弟の字のべは、天台宗の僧侶。法暦10年、16歳で、江戸に出て、 芝の登上寺の僧侶で独学で苦学立行し、初夏の中央折中した独自の経典解釈で次第に名声を得た。天明元年、細井平州を介して、終わり藩主、徳川宗近の時効となる。天明五年、江戸で、私塾、遊風館を開く。慣性医学の金に対しては、松平定信に三度上書して、学問を、朱子学に限ることの不当を論じ、 古学の学問書を別に設置することを提言し、亀田法斎、山本北山らと共に、完成の動きと称された。また、めが川談の出版によって、佐田信の倹約令などを批判し、広く知られることとなった。文化八年、反抗命令、同正学につき、学生の改革を進め、幕府が正学としていた朱子学中本を用いず、自中の好転による学風を広めた。 尾張藩士、渡辺三郎兵衛綱の三男が、塚田砂尾四郎有志として、大峰の養子となり、大峰の後を継いだ。塚田雄二は慶応を4年に1月21日に、尾張藩の家騒動聖書用事件にて処刑された。ありがとうございます。